はい、それでは次引き続きですね、小数や分数の二進十進変換の話に進みたいと思います。テキストでは 2.2.4 項です。でまず最初にですね、この二進数の循環小数を有理数の表現に、十進数の有理数表現に直すという話から始めていきたいと思うんですけれども、その前にですね、復習としまして、その十進の循環小数を十進の有理数で表現するというやり方、これちょっと復習しておこうかと思います。これは多分高校ぐらいの数学で計算した人が多いと思います。例題としまして、A として0.142857。循環小数の記号としましては、すでにご存知の人もいるかもしれませんけれども、この数値の上にですね、2個点を打ちますと、この今ですとこの1から7の間のこう数の並びがこうずっと循環して続くということを意味しておりますので、この場合ですと A は 0.142857、142857、142857というのは続くわけですね。で、これをこの A をですね、有理数で表す場合にどうするかということなんですけれども、基本的には A をこう10の N 乗倍して循環節を整数部に持ってくるということをします。今回、その循環節1個が142857だったので、6桁あるわけですね。ですので、この A を10の6乗倍しますと、ここにありますように、この142857っていう一つの循環節が1個整数部に来まして、142857.142857.142857となります。で、一方で A は、もともとの A はこういう数なわけですね。でそこで、この2つの式の両辺、上から下を引きます。そうすると、左辺は10のマイナス6乗マイナス 1A ですね。で、右辺は循環節が全部キャンセルされて、142857整数部だけが残るということですね。で、これを計算すると、99999A イコール142857なので、これを A について解けば、A は7分の1ですよというふうに、こう、有理数が出てくるわけです。まずここまではですね、一応ちょっと復習しておきましょう。で、それを踏まえて、二進の循環小数を有理数で表現する、今度は、二進の有理数で表現するわけなんですけれども、循環小数が二進表記の場合でも、やり方は同様です。で、例題としまして、このような数を考えましょう。A として、0.00110011001という、こういう数ですね。これをその二進数の有理数で、二進の有理数表現で計算してみます。でまず最初のステップは、この循環節がですね、小数点のすぐ下に来るように持ってきます。ここではですね、循環節が小数第2から始まっていますので、これを2倍すればですね、この B ですね、この B にすれば 0.0011、こんなふうにこの循環節が小数点のすぐ下に持ってくる、来られるわけです。で、次の以降のやり方は、その十進数の場合と同じで、B を2の N 乗倍して循環節を整数部に持ってきます。この場合、0011が循環節でしたので、これ循環節が4桁ありましたから、これを2の4乗倍すると、2の4乗倍、B を2の4乗倍したものは11.00110011になるわけですね。で、あと B はもともとはこうでしたと。で、これから十進数の時と同じように、この2つの式の、上の式から下の式の両辺を引くわけです。そうすると上の式は2の4乗マイナス1、ここは十進数ですね、注意していただきたいんですけど、2の4乗マイナス1倍の B というのが、これが11、これは二進数ですので、11で二進数ですね。で、ここは十進数だと3になるわけですね。そうすると、すみません、これ十進数直してしまいましたけれども、15B イコール3ですから、B は15分の3、すなわち5分の1と。したって、元の数っていうのは、B の2分の1倍だったので、A は B の2分の1倍だったので、結果として A は10分の1ですよというふうに
まあ、十進数の有理数で表すということができることになります。ここまでいいでしょうか。まず、これはですね、二進の循環小数を十進の有理数で表すということをやりました。で、次にですね、逆にその十進の表記、整数以外、まあ、小数の十進の表記を、これ、二進数に直すということをやってみたいと思います。で、ここで、まあ、x、この x ですね、これ、まあ、実数としまして、で、これの x は十進表記とするんですけれども、ここでちょっと一つ記号を導入するんですが、この x をですね、整数部分と小数部分に分けることにします。で、整数部分は、これはフロア関数といって、まあ、この整数部分を取る関数があります。それに対して小数部分はこの、まあ、中括弧でくくってですね、この x の小数部分を表すことにします。そこで、この x の、なんだ整数部分、十進の整数部分を、まあ、二進数で表したものを z、それから x の小数部分のを二進数で表した部分を p というふうに表すと、この x の二進数表記は z 点 p という形に表されるんですけれども、整数部分の十進から二進への変換は先ほどフォーナー法を使って行った通りですので、ここからはその小数部をですね、その十進数を二進数にどうやって変えるかということを見ていきたい、やり方を見ていきたいと思います。で、ここでは例題としまして、十進数の10分の1、これをこう二進数で計算することを考えます。で、以下の計算を繰り返すんですね。まず、最初のステップとしては、まず与えられた数を順番に2倍していきます。最初に与えられた数は10分の1ですので、まずこれを2倍します。そうすると5分の1になりますね。で、この2倍した数がですね、1を超えたら1を引いた上で1を書き出すということなんですけれども、つまりまずはその与えられた数が1を超えるまで2倍2倍っていうのを繰り返すんですね。最初10分の1を2倍して5分の1になりました。5分の1はまだ1を1台ですから、まずここに0と書き出して、でこれを5分の1を2倍します。で、5分の2はまだ1を1台ですから、ここに右側に0と書いて、でさらに2倍します。で、5分の4もまだ1で小さいですから、さらにプラス0と書いて2倍します。で、ここで初めて5分の8になって、5分の8、1を上回りましたので、これを1と5分の3に分けて、でプラス1っていうのをここに書いて、残りの5分の3っていうのを下に書いておきます。で、今度はこの1を引いたこの5分の3をまた2倍していくんですね。で、2倍しますと、次は5分の6になって、またこれ1を超えますから、これを1プラス5分の1というふうに書き出して、で、この5分の1を今度はまた2倍していくと。で、それでまあ、どんどん計算を繰り返していくわけなんですけれども、で、最終的にはこの何とかを2倍した値が1になるか、あるいは循環節が出てくるまで計算を続けます。で、この場合、この10分の1に対してこの計算をやった場合っていうのはどうなっているかというと、実は10分の1から出発して5分の1、5分の2、5分の4、5分の3ときたんですけれども、ここでですね、今ここでっていうのはこのマウスのポインターを回したあたりで5分の1が現れていますので、ここからもう先は5分の1、5分の2、5分の4、5分の3っていう結果がずっと続くと、すなわち循環節が現れたということになります。で、まあ、循環節、この場合は循環節が現れたので、ここで計算をやめまして、今度はその各桁の数字、ここに現れました数字ですね、これを上から順に小数点の下にこう左から右に並べていきます。そうしますと、この場合は今回の例題の場合は0001
1001っていう並びが、を並べていきますと、こんなふうになりますね。0001100110011000ときますので、そうすると、これはどこが循環節になっているかっていうと、小数第2位から第2位、第3位、第4位、第5位のこの4桁が循環しているということになりまして、実はこれがその10分の1、10進数の10分の1を二進数で表記した時の小数の循環小数による表記ということになります。ちょっとですね、求め方、各桁の求め方が、まあ、ちょっと複雑だったかもしれませんけれども、また、後で資料などを見ながらもう一回復習してみてください。じゃあ、このやり方でなぜ、このですね、二進数の、整数表記が得られたかっていうことなんですけれども、これもやはり式を、その展開を見てみますと、フォーナー法のアイディアで書けられていたということがわかるかと思います。すなわち、10分の1という数をですね、2倍して、5分の1プラス0っていうのはこういう形で書いたんですね。で、5分の1をさらに2倍すると、2分の1かける5分の2というふうになっていって、先ほどのその2倍して、1になるまでこうどん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 2倍していくっていうのは、実はこういう式の展開を計算していたことにこうなるわけです。で、そこで余りとして出てきた、まあ、0や1を先ほど書き出してましたけれども、そこで書き出した0や1というのは実はここの黄色い部分に隠れています。で、この黄色い部分というのは実は2分の1のべき乗ですねの係数になっているということが分かるとかと思います。例えば、今一番左のこの0はこの2分の1の1乗の係数だし、次の左から2番目の0はこの2分の1の2乗の係数になっているということが、この式を展開していくと分かると思います。ですから、このようにして、先ほどのやり方でですね、その、十進表記の有理数から、まあ、二進表記の小数、もしくは循環小数の展開が得られるということになります。ここまでよろしいでしょうか。